それでは次に攻めて固定に行きたいと思いますが一番理想的なのは攻めて行った時に自分を崩さずに相手を崩すという前提でですね攻めて入った時に相手からすると突きに来るのか面に来るのか固定に来るのか分からないというのが実は一番嫌なことだろうというふうに思いますつまり相手に気持ちに迷いを生じさせる あるいは相手に面来るのかコテ来るのか突き来るのかということで崩れををを生じさせるそこここのとととろをコテを打つということであります先ほど攻めて面を行きましたつまり今度は突きもしくは面に行くよということを崩さないで攻めて入る中で相手に伝えてそこで相手が突きから面を避けるそこにコテに行く。 いいいうここととでありまますすめててれをやってみたいと思います当然攻めて入る時には市内を構えからそのまま市内の剣線の幅分だけ左側に平行移動するのつもりで相手の剣線を抑えるつもりで入ります当然この時点で突きから面怖いわけですから相手が避けたところを固定に行きます固定は打ったあできれば体当たりに行った方がいいだろうというふうに思います また私自身も高校生には体当たりにいった方が次の技につながるのであるいはディフェンスにつながるのでいいというふうに教えていますが平行移動させながらけんの幅分を攻める相手が突きから目にくると思った瞬間に小手にいく何くるのかわからない攻めずに、崩れずに攻める相手が崩れたところを小手にいく。 連続してやってみたいと思います若干左平行移動真ん中を取ってポテに行くヘーヘーヘー それでは次に面の時にやったんですが自分の崩しで相手を崩して小手を打つという、まあ、崩して相手の大きな崩れを誘って小手を打つということにいきたいと思います。まあ、小手の場合には相手が面をよけるとか突きをよけるということをしないとなかなか当たらないものですからどうしてもその自分の崩れを利用して相手の崩れを誘うということのほまが、あ、試合の中では私自身は多いのかなというふうに思っているんですが一旦下を攻めます。 面の時にはそれで面に行きましたのでそれと同じ軌道で面に行くと見せかけてよけたところを固定に行くとちょっとあの複雑な動き、まあ、気持ちのやり取りになるんですがそれをやってみたいと思います食事のところからまず自分を崩しながら相手を崩します最初相手がよけましたそこのところをす戻した時に相手がよけるのでそのまま固定に行きます けん戦を相手の手元から突きを攻めますスッと後手にいきますはいはいはい それではこれも自分の崩しで相手のさらに大きな崩しを誘って打つ小手技で試合でよく使われるんですけども担ぎ小手,担ぎ小手をやりたいと思います。これは一歩攻めながらやる場合もあると思いますし一歩攻めてここで面くるかな。 突きくるかなと思わせておいてここから担ぐ場合もあると思いますし、まあ、どちらの方が相手が崩れるかというのは、えー、ケースバイケースで、えー、どっちの方がいいということではないんですけれども、えー、一歩攻めて一足一投の間合いから突きから面を攻めて担いで固定を打つこのパターンでやってみたいというふうに思います。えー、なぜかというと、いう 入る前に崩すとどうしても最初に言ったこちらが先に崩すわけですので出頭を狙っている相手にはそこをどうしても狙われる可能性があるということですねですからもう確実に崩れるという相手ならばいいんですけどもなかなかそこまで試合の中でやるというのは自分が打たれるリスクを背負うことになりますので緊迫した状態つまり打つか打たれるかの状態のところで突きから面を見しといてきたところを固定にいく。 受けたところをこてにいくこれをやってみたいと思いますこの状態から最初は平行移動させて左側に平行移動して中心を取りますここで相手に面くるか突きくるかという気持ちの偏りを作らせておいて浮いたところをこてにいきますさあ Hey.